When you run out of luck, need to get unstuck, so cough. When you rub against the wall and you cannot fall, so cough, go off.皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーとですね、ジャパリーダです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとですね、はい、衝撃のツブタカラバが来ました。はい、こちらモンキーっていう名前のラバになります。はい、メーカーはこちらの、はい、なんだザウアーですね。ど忘れしちゃいました。ザウアーでした。ザウアー&トロガー、マテリアルじゃないんですね。そうですね、はい、また強烈なパッケージ、ね、パッケージがすごい形のものが来ましたね。はい、いやこれはなんかすごいということで、なんかちょっとすごいんですよこのラバ、うん、どんな感じなのか、はい、早速試打プレイを、はい、なんとガニ君にお願いしました。はい、楽しみですね。ぜひ見てください。では見てご覧ください。すげーが多いんだな。切りたい。さっきのとこで。それではモンキーのシダ動画を見ていきましょう。今回ラケットは極種、バック面には月ブルースポンジを貼ってシダを行っています。まずはバックブロックです。ブロックが非常に安定しています。低弾性で短く収まっているのがよくわかります。ちなみにどんな粒であっても極種を使うと普通はブロックが高くなります。極種を使ってもなお返球が高くなっていないのがモンキーの良さです。次に強打に対するブロックを見てみます。このブロック性能は本当にすごいです。ブロックを弾かれる印象が全くありません。これはただ単に低弾性だから止まるというわけではないんですね。やはり回転影響が少なくボールが高くなりにくいのがポイントです。こういった強打に対してのブロックもモンキーならオーバーミスが極端に少なくなります。さあお待ちかねのカット性ブロックです。モンキーはただブロックが収まるだけではなくカット性のブロックではこんなにしっかりスピン反転しちゃうんですね。そして切れている上にこの短さ、とにかく短いです。そしてよく切れています。相手選手もすごく打ちにくい返球になっていますよね。ここまで質の高いブロックはもう守備ではなくもはや攻撃です。次にフォアカットです。これはペン粒特有の技術になると思うんですが、とにかく見てください。先ほどバックのカット性ブロックが切れていました、ということはですね、そうです、フォアカットはもっとよく切れます。モンキーは回転影響の少ない粒ですが粒表面の引っかかりはしっかりあります。このフォアカットのようにラケットをしっかり振って切ると前陣のブロックよりもさらによく切れた返球が可能です。カットマンのバック面なんかにもいいかもしれませんね。続いてプッシュです。低弾性であるがゆえに正直言うと十分なスピードを出すことは難しいです。ただその代わりにブロック同様の安定性をこのプッシュでも感じることができます。まあ、ここまで守備性能の高さが際立っていたモンキーですが、プッシュなどの攻撃技術の安定性も加味すると、まあ、バランスの良さという面でも評価できるツブタカです。回転に対する変化を見ていきましょう。粒ユーザーの皆さん安心してください。モンキーは変化もしっかりあります。ブロックは鉄壁、カット性ブロックは非常によく切れる、まあ、攻撃も安定する、ここでさらにですね変化量が大きいときたわけです。いやもうなんというかモンキー本当にすごいラバーです。まあ、動画ではなかなか見えにくいかとも思うんですが、このモンキーの変化、ぜひご覧ください。
最後にオールです。ここまでモンキーの特徴を見てきましたが、いざオールとなると一番に感じるのはやはりプレーの安定性です。ウィークポイントであるプッシュの遅さもブロックの質の高さからか弱点には感じられませんね。ブロック、スピン反転、変化、揺さぶり、攻撃、つぶたかの得点パターン、すべて高水準で実現できるラバー、それがモンキーです。レベル問わず全つぶたかユーザーにおすすめの1枚となっております。ぜひお試しください。プレー動画どうでしたでしょうか。いやー、すごいプレーの連続だったんですけども、はい、早速ですね、はい、ちょっとこのモンキーの、特徴、はい、をちょっとチャパさんに、はい、ちょっと言っていただきたいと思います。わかりました。特徴の一つ目を、一つ目、はい、特徴の一つ目は浮かない、これです。ボールが浮かないんですよ、ブロックが。シダのプレーの中でその様子はすごくよく分かったと思うんですけど、すごいのが極手で打ってるんですね。極手というのは本当に弾まないラケットなんで、どんな粒張っても浮いちゃうんですよ、ある程度。モンキーは極手でも浮かない、これは本当すごい性能だと思います。で、ラバー自体は低弾性です。弾む粒高ではない。なおのことやっぱボールは浮き気味になるのかなと思うんですけど、モンキーはですね、短いし低い、これですよ。クッチーさんもちょっとね、ここでシダしてる時にブロック打ってもらったと思うんですけど、短いですよね、基本的に。短かったですよびっくりしました。低弾性の粒っていうのは基本的には浮いちゃうんですけど、その弱点がまずこのモンキーにはないっていうのが、まあ大きな特徴の一つですね。ではですね、はい、続いて2つ目の特徴をお願いします。はい、2つ目の特徴はしっかりと変化が出る、ここです。やはり粒高に求める性能で一番に変化っていう人は多いと思うんですね。皆さん安心してください、モンキーすごく変化します。嬉しいレシーブの時の変化量ですとか、あとはスピン判定の変化量ですとか、本当に申し分ないです。すごく変化します。これまたすごいのが、基本的にこの変化量が多い粒高って結構反発の強いラバーが多いんですよ。反発は強いけどその分変化量も多いっていうのが結構傾向としては多いんですけど、モンキーは低弾性でありながらしっかりとした変化がある、まあ、ここはかなり長所ですね。でもちろんその回転のあるボールをただ返して反転でこう変化させる時と、あとはドライブに対するブロックで自分からつける変化、切るのか切らないのか、どっちの変化も出せるラバーです。そういう意味では、まあ、かなり、操作性もある、こうマニュアル的な、ね、使い方もできるので、結構ね、上級者の人でもこのモンキー気に入っていただけると思います。ではですね、はい、今度は3つ目の特徴をお願いします。はい、特徴の3つ目はとにかく止めやすい、これです。まあ、もちろんね、粒高で攻撃する人もいると思います。ただ多くはやはり守備的な技術でこの粒高ラバーを用いる人が多いと思います。そうなるとやはり何といってもブロック性能ですよね。モンキーは本当にブロックがよく止まります。私グッチーさんの強ドライブ全て止めました本当です。だいぶ辛かったですね。本当です。いつもお茶場さんのなんか3、4発打ったら打ち抜けるというイメージがあります粒が飛んだ飛ばせ飛ばなんかオーバーミスさせる感じができるんですけど、モンキーにされした時はなんかちゃんと低くピシッて返されてて、そうなんです、えみたいな、返ってくるってことにもびっくりしました。しかも、強打こそ止めやすいです。確かにすごい。一応粒高ラバーっていうのは全部が全部こう止めやすいわけではないんですよ。非常に難しいのが低弾性だから止まるっていうわけでもないんです。低弾性でも回転を食らってしまう粒だとこう軌道が上に出てボールはオーバーしちゃうんですね。モンキーは浮かないですから本当に強打止めやすいです。あんまりねこういうことは言いたくないんですけど、僕が今までしだしてきた数多くの粒高の中でも止めやすさで言うともう間違いなくトップレベルです。それぐらい止まります。もうここはね、使っていただければもうすぐ実感していただけるところだと思います。
ではですね、はい、最後茶葉さんにちょっとまとめていただきたいなと思うんですけども、はいはい、まあ、まずザウアー&トロガという、ね、メーカーから出た新しい粒高になるんですけど、あの本当にラバーをこう乱発しないんですよね、このメーカーは。何年も経って新作が出るっていう感じなんで、まあ、前回はヘルファイア X ですね。だから前回からそうですね3年4年ぐらい経って久しぶりの新作なんですけど、もう本当にちゃんとこうシダを重ねていいラバーを出してくるなっていう印象が毎回ありますね。でこのモンキーなんですけど本当にね素晴らしいです。で裏ソフトもそうですが、粒高ラバーっていうのももちろんレベルごとにおすすめなラバーっていうのは変わるんですよ。粒高初級者におすすめのラバー、中級者におすすめのラバー、上級者におすすめのラバー、これ全部違うんですね。ただこのモンキーはもう初級者から上級者までおすすめなんじゃないかなって僕ちょっと感じてます。それぐらい粒高っていうジャンルの中でのポテンシャルが本当に高いです。もう迷ったらモンキーでいいんじゃないっていうぐらいかなりおすすめなので、うん、粒ユーザーの方はぜひ一回使ってもらいたいと思います。はい、ということでですね、はい、このモンキーすごいラバーなんですが、こちらの方あの皆さんのご注文をお待ちしております。お待ちしてます。ありがとうございました。あ、忘れてた忘れてたそれ